村先生、人殺しでも更生できると思いますか？保護司は犯罪者の更生を助けることで犯罪を予防する。みんな一生懸命生きてるって感じがします。工藤誠は順調ですね。中崎社長が社員に迎えてくれることになりました。子供の頃から随分辛い生活をしてきてますからね。阿賀先生はどうして保護司をしているんですか？話すと少し長くなるんです。至急至急警視庁から各局。容疑者判明。工藤誠35歳、現在仮釈放中。久しぶり新宿。なぜそこまで工藤にこだわる？彼の更生に寄り添うと約束したの。人殺しは人間じゃないよ。ごめんなさい、保護司なんて何も知らない。本当の工藤さんのこと私は何も知らないの。前科者に必要なのはあんたみたいな人間だよ。寄り添えば救えるのか。前科者、今届けたい希望と再生の物語。